はい、皆さんこんにちは、今日はですねこのアチャ山に来ていますけども、まあ、ちょっとまだやっぱりね、寒いなという感じですね。まあ、明日からまた寒くはなるんですけども、まあ、今日はねそのチャンスだと思って今今日はこちらに来ています。頂上までですね上がりながら、まあ、コークリの遺跡もですね、まあ、見れればということで今日は登山に来ています。それでは出発しましょう。はい、今ですね、トゥルレキルという、歩道を歩いてるんですけども、こちらで、結構歩きやすく、舗装されててですね、とても歩きやすいですね。生態公園というね、こちら右側に見えますけども、まあ、今日は寒いせいかあんまり人はいないですけども、結構、まあ、整備されてて、とても、登りやすいなというふうに思います。コークリの遺跡の展示教育の空間がですね2023年の12月にできるということで今、まあ、工事中ですね。はい、ホンリョンボンポルというですね、ホンリョンミネですかね、ミネのポル、まあ、これはコークリの、まあ、領土この城内のですね、お城の区画をポルというんですけども、まあ、そこもですね今発掘をしているというところです。ここがこの展示館のですね、まあ、予定している場所ですね。まあ、2023年の12月にできるということで楽しみにしていきたいと思います。アチャ山はですね 295.7m のですね海抜と、そして、この付近なんですけども、まあ、観光ハンガンですね、ハンガンの地域がですね、とてもこの、まあ、戦略的に重要な地点だったので、三国時代においてはですね、百済とそれから、このコークリのですね激戦地になったと、それから新羅ですね、そういった激戦地の地域だったわけですね。うん、まあ、そういう意味ではこのコークリのいろんなその遺跡、それから百済のですね遺跡がまあ発掘されているというところですね。百済のケロ王がですねここで処刑されたり、それから、まあ、コークリのオンダル、前回の動画にもありましたけども、オンダル将軍がここでですね、まあ、戦死したりというようなところで、まあ、いろんなその事件というんですかね、歴史的なことがあったところです。それが475年にコークリがこの百済の首都をですね陥落させたので、まあ、ここがですね一つの、まあ、コークリが進出できる地点になったというところで、アチャ山、それからヨンマ山、マウン山ですね、軍鎖的な施設があったというところです。じゃあそれではですね、上がってみたいと思います。さっきポルというのがありましたけども、これがコークリの、その、まあ、お城のまあ、出入り口ですね、入り口になっているところが、まあ、ポールというところで、それが 1,2,3,4 まであるんですかね。そこが、まあまあ、遺跡として、発掘されたというところです。
あちゃさんは私は、まあ、初めてなんですけども、まあ、ソウルのこの、まあ、東側にあるので、クリという市があるんですけども、まあ、クリとこのつながっているところですので、あまり来る、まあ、用事っていうんですかね、ないんですけども、非常にこう登りやすく、階段とかですね、そうしてあって、お年寄りも、まあ、子供連れでですね、家族で来たりとか、まあ、できるんじゃないかと思います。まあ、今日は冬なので、緑がそんなに、ね、あまりないんですけども、まあ、春とかね、夏秋っていうのとても、いいんじゃないかと思いますね。はい、今中間地点に来てるんですけども、まあ、ちょうどね、まあ、こういったこう、まあ、休憩所みたいなところがあって、座れるので、とてもいいですね。で、先ほどちょっと説明しましたけども、この三国時代のね、激戦地というところで、まあ、ここが本当にこの高句麗と百済、それから新羅ですねといったこの三国が、まあ、争って、そして、まあ、ここが重要な地点であったということなので、まあ、今日は登りながらですね、それだけのその地域だったのかということを、まあ、味わってみたいと思います。前回のね、動画でもちょっとね触れましたけども、3月に私が日本に帰国、します。まあチャンネル自体はですね、このままずっと続けて、韓国の歴史や文化を、まあ解説したりとか、それから、まあ、特集をですね組んで、説明をしていきたいと思います。はい、ここがですね、アチャ山村のマンデジ一帯遺跡というふうに書いてますね。こういったものが発掘されたということです。まあ、お城ですね。山城と。
はい、今中間地点ですけども、ちょうどハンガンが見えますね、そして大きな橋がちょっと見えますけども、まあ、こういった岩がゴツゴツしているところがですね、韓国の山という感じですね。まあ、歩きづらいですけども、はい、今古武陵亭古武陵城ですね、着きました。ちょっと見てみましょう。ここからですね、このポルというこの一帯がここなんですけども、まあ、ポルというのはこれはあの軍産基地で、そこからこの敵の様子を伺うことができるように、まあ、作ったこの一つの、 あの頂きみたいなところですね。ここを要所要所に作ってあるというところで、まあ、ここからね、遺跡の様子が分かるということです。まあ、ここからは少しずつこの岩がね目立つようになってきましたね。岩がゴツゴツしているところが分かると思うんですけども、じゃあソウルのね、一帯横を見てみましょう。今日はちょっと曇っているんですね。じゃあここがここからですね、1ポルと書いてますね、じゃあ見てみましょう。番号が振ってあるみたいですけども、あ、なるほどね、こういう感じなんですね。あ、わかりました。あ、こうなんていうんですか、山の頂がですね、いくつかこう、あるという感じ。そこがこうポイントになってみたいですね。あ、なんとなく分かりました。ああ、なるほどね、こういう感じで敵読み、こう敵の動きが分かるわけですね。
ああ、わかりました。今ここ立ってみるとよく見えますね。ああ、ここがポールということなんですね。まあ、こういったところを要所要所に設けて、城を作ったということですね。あ、全部がこう見渡せるわけですね。今ここが1番目の。360度全部見渡せますね。うわー、すごいですね、これは。柔道を見渡してみましょう。これが、この位置がね、今、ポルトということです。まあ、なかなかその映像ではね、お伝えできないところもあると思うんですけども、本当に360度全部がね、見渡せる、まあ、そんなところです。じゃあここがゴーポルトがいきますね。5つ目のポルなんですけども、ちょっとここ入れない、中には入れないんですけども、これがね、ポール3ですね。3ということで、ここからいろんな遺跡がね、出てきたということですね。ここが一番大きいみたいですね。6500平方メーターの大きさで、発掘されたということで、はい、こんな感じでね、今ハンガーがなんか凍っているような感じですね。ハンガーがなんか凍っているな、凍ってますね、あれね。じゃあいよいよね、アチャさんのここが頂上だと、ということで。じゃあいよいよアチャさんの4ポルですね。構造がこんな感じになっていると、本当にこの一つの共同体がこう詰めるようなね、そんな場所なんでしょうね。551年までね、使っていたということで、周りを見てみましょう。
コウクリが使う前はクダラとね、シラギを使っていたというところなんです。開放感がありますね。水をね、溜めていたところでとかで、貯水槽ですね。じゃあいよいよですね、帰り道になってきました。ここを下がるとソウルの方にねまた行きますので、下りをずっとね、下がっていきたいと思います。まだまだねこれゴツゴツした岩があってね、歩きづらいですけども、今日はこの三国時代のね、現場というんですかね、そういうものを本当にまざまざと見せつけられて、軍事基地ということで、その様子っていうんですかね、遺跡を見ることができてよかったと思います。